車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ大阪でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは浅井店長です。浅井です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら、やってまいりました。 GLS マイバッハ。マイバッハ、オーナー様にちょっとまたまた触れてもいいですか？あ、どうぞ。はい、知ってますそうですね、何回も撮影させていただいているお客様ですね。数々とんでもないお車乗られて、浅井さんのブログ登場率もかなり高いですね。そうですね、もう10年、以上ぐらいかなのお付き合いさせていただいているお客様になります。そしてカスタマイズも大ベテランということで。そうですね、はい、フルマンスリーになります、はい。で、まあ、理由は、まあ、マイバッハね、やっぱ街で見かける機会もちょっと多くなってきたと思うんですけれども、まあ、ノーマルばっかであれだし、まあ、フルマン行っちゃおうかみたいな簡単な感じでオーダーいただきました。簡単に言いますけど、フルマン、要はフルマンソリーって、はい、まあ、金額漏れなくえぐい金額になるんじゃないですか？漏れなくえらい金額ですし、やっぱり、まあ、マイバッハってね、もともと完成されたデザイン的にもですけれども、完成されたお車ですので、まあ、それをね、手を入れるっていうのはなかなか難しいんですけれども、他と被るぐらいだったらマンソリー組んじゃうよみたいな、そういう、ノリで今回は仕上げさせていただいた感じですね。その件について僕もう一言諸申していいですか？どうぞ。結構マイバッハとか、うん、あとイギリス車、うん、カスタマイズするとなんてことしてくれてんだっていうコメントとかよくあるよね。あるんですよ、うん、SNS とかで、うん、海外の方からも、はっきりはしてもらっていいですか、うん、もうマンソリーを何だと思ってんだと、はい、もうこのド派手なのこそマンソリーじゃないですか。マンソリーの真骨頂というかね、はい、ド派手だけれども実際見たらもう芸術ですよね。そうですね、やっぱりもうかっこいいかっこ悪い関係なくて、やっぱりそれだけ組めるってまずステータス、それだけ組むにはお金がかかるわけですし、やっぱりもう選ばれた人でしか組めないという意味で言うと、まあ、世界中でも本当にそういう方々でしか組めないようなパーツになっているのかなと思います。じゃあもう純正万歳のことはどうぞ純正万歳で、もう純正で乗ってくださいと。そうです、はい、もうマンソリーはこの誰がどう見ても改造してあるって分かるこのスタイリングがやっぱりマンソリーですから。で、まあ、ちゃんとねマンソリー仕上げながらもちゃんと純正としての機能は損なわないような感じで仕上げさせていただいてますので、今回そこすごいですよね、マンソリーちゃんとね、ですし、まあ、ちゃんとそれはねショップというかある程度、ね、ノウハウもありますので、純正の機能は損ないように全部仕上げさせていただいてますね、はい、というわけで順番に見ていきたいんですけども、はい、見てくも何もえらい造形になってるん で、 そうです、ね、もう絶対この辺が全部ごっそり交換されてんだなと。はい、でただまあ今回、GLS マイバッハバンパー自体は交換にはなってなくて、はい、これバンパーは純正なんですよね。バンパー純正ですね、はい、ただここ普通であればメッキーパーツなんですけれども、アドオンのカーボンパーツが装着させていただいてされているような感じです、ね、これ交換ですか、かぶせですか？交換です。あ、これ交換なんですね。交換です、はい、メッキ部分は全部交換して、で、これも専用の、ね、やつなのでグロスブラックにペイントして。あ、これ専用なんですか？専用です、はい、これ純正じゃないんですね。純正ではないです。で、奥側もちゃんとカーボンがあるんですね。ありますね。そしてここに LED が埋め込まれているという。LED が、これデイライトなんですね。デイライトで、はい、で微妙にここをダクト形状になってたりとか、そうです、ね、ちょっと凝ったデザイン。そしてそれが左右つながってんですよね。はい、つながってます、はい、パーツ的にはもちろん剣フックがあったりとか。そうです、はい、4ピースぐらいの構成になってますけど、デザイン的には全部つながってる、はい、つながってますね。そして下側はこれ交換ですよね。交換ですね、はい、はい、交換です。これもゴッソリーマンソリーのパーツになってると、はい、これはフロントスポイラーです ね、ですね。絶対マンソリーのこのでかいパーツは高いです。高いです、はいはい、ただそれのおかげでもう前回りがちょっと上品な感じからだいぶ悪い感じに悪い感じでも、はい、ボディカラーが白なのでそこまで悪い感じではないかな、まあまあまあね、こんな感じに仕上がっております、はい、あとは基本的にはもうアドオンのパーツつけただけですか？ただなかなかねこの辺の造形も凝っててですね、確かにこれ何パーツになってるんだっていうぐらいそうですね、はい、純正割とつるんとしますもんね。つるんとしてます。それがこうグッて前に出てるデザイン。そうですね。でさらにここちゃんと純正のね TPS、 これちゃんと全部移植されてるわけですね。ちゃんと移植してますし、まあ、ちゃんとエラーが出ないように、まあ、ご反応しないようになっておりますね。ちゃんとその辺をチェックしないと結局造形が変わったりだとか位置が変わったりするんで、まあ、その辺もちゃんと確認しないと。そうですね、まあ、その辺ノウハウがありますんで、はい、しっかりやってあると、はい、そして早速横に回ってきてもいいでしょうか？はい、どうぞご覧ください。なんと今回の車ワイドボディということで。あ、そうです、はい、これ日本1号車なんですよね。そうです、マンソリーのマイバッハ、まあ、フロントも含めてですけど日本1号車になってます。
あの GLS ってただでさえでかいじゃないですか。それがさらにどんくらいですか、 4,5 センチぐらいなんですけど、まあ、実際的には純正もちょっと、ね、フェンダーがあるので、まあ、ちょっと被ってるんですね。そうです、実際測ると大体2センチぐらい。あ、そのぐらいなんですね。ただね、ボリューム感というかその見た目のそのワイド感というのは本当におっしゃるように 4,5 センチぐらいはあるから出てるように見えますよね。というわけでそのオーバーフェンダーがここからここまで全部、はい、そして後ろはダクト形状で、当然これ全部ドライカーボンなんですね。全部カーボンなんですけれども、まあ、ここだけね、ちゃんとカーボン残すように、塗り分けをしてあると、はい、これね、だいぶいかついですし、まあ、これがやっぱりこのマンソリーの、GLS マイバッハの肝というか、メインのポイントですね。ただでさえでかい GLS がもう一回りでかくなる。そしてそこのでかくなったフェンダーに収まっているのがこちら24インチ、これも新作になりますね、DX5、 マンソリーの DX5、 もちろん単造製のホイールになります。こちらの大字ドって入ってますね、はい、単造製のワンピースホイール、はい、そしてセンターギャップはこのフローティングのタイプです。フローティングのマンソリーですね。いかつすぎます、はい、しかもこのホイールはこのフェンダーをオーバーフェンダーつけないと入らないので、あの本当にオーバーフェンダーつけてる人でしか GLS マイバッハには、まあ、はみ出てしまいますので、専用品となっております。ワイドボディ専用ホイールなんですよね、はい、だから純正フェンダーで履こうもんならとんでもなく飛び出ちゃう、とんでもなく出てしまう、2センチぐらい出てしまう、はい、だからこれをだから履けるのはこれセットなんで、そうですね、漏れなくこうフルフル組まないと成立しないスタイリングになっていると、はい、まあ、まさしくコンプリートスタイルという感じですね。でこれ前もすごいですね、オーバーフェンダーついてその分タイヤ出したので、ここのはみ出具合がすごいんですよ。タイヤね、そう、まあ、迫力ありますよね、まあ、レーシングカーって言ったらおかしいですけれども、ここのねタイヤが純正じゃ絶対見えないところが見えると。これ後ろもっとすごいんで、後ろでまた紹介させていただきたいと思います、まあ、ただ30度50度はちゃんと守ってるので、ね、車検の基準だとこう前に30度後ろ50度ですからね、それで問題ないか、その辺はやっぱりドイツチューナーしっかりしてますよね、はい、そしてフェンダーにはこのアクセントがついて、フェンダーパネルですね、まあ、これもどうしようかと思ったんですけれども、はい、これはもう貼り付けです。ただこれもワンポイントのアクセントとしていいかなと思ったので装着させていただきました。この辺もついてると、はい、そしてあとは横ミラーですね。あ、ミラーか、ミラー、はい、これも純正と違って、ここにねちょっとモコッとなった形状と、こう、こう内側にこう、こっち側も飛び出てるんですね。そうです、飛び出てるようなミラーカバーになっております。これも交換ですよね。これも交換です、はい、で特にミラーカバーってちょっと R がきついじゃないですか、はい、だから安い安価なものとか、あとはコピー品なんかだともう目がぐしゃぐしゃになっちゃってたりだったりだとか、まあ、合わなかったりね。そうですよね、この辺のチリが、この辺がチリが合わないってことは多かったですね、はい、やっぱり本物しっかりしてますね。しっかりします、はい、そしてマンソリーのロゴもしっかり入っております、はい、で今回お車は左ハンドルということで、そうです、はい、しっかりこう適合も取れてる商品がある。そしてあとは横はこんな感じですか。横はそんな感じですね、はい、ただあのマイバッハだとか、マイバッハなのでね、でっかいあのメッキのサイドスカートもそうですし、このドデカ電動サイド、これは純正でございますので、で今回お車ローダウンしてるということで、あの電動サイドがあの必要っていうぐらいの高さになってますけどでもねこれはあのないとやっぱりマイバッハの証ですから。マイバッハこれめっちゃかっこいいですよね。かっこいいですね。でまた格納すると全く見えないじゃないですか。全く見えないので、これめちゃくちゃかっこいいです。そして後ろも同じように、ただ後ろの方が出てるように見えますね。そうですね、もともと、純正のフェンダーもリアの方がちょっとね出っ張って、あ、なるほど、結構分厚いですので、で同じようにダクトデザインになってるんですけど、リアは前も、そうですね、これドア側っすよね。ドア側になっております。ドア側に、はい、そしてマンソリーやっぱりめちゃくちゃフィッティングいいですね。うん、いいですね。でドライカーボンで硬いんで、この、はい、表面もゆらゆらしてない。そうですね、 FRP とかでしたらね結構なったりしやすいですけれども、結構ボコボコだったりするじゃないですか、はい、ただこれもちろんですけれども、カーボンのこのカーボン面ですね、ドライカーボンというかそのまんまで来るので、はい、クリア仕上げして、まあそれご存知の通り、あのクリア仕上げしないままで来てしまいますので、それを何回も何回も日本で、クリアします。今回ね巣穴が結構ひどくて多分9回ぐらいクリア。そんな塗ってんすか。塗ってます、塗ってます。じゃあなるほど、取り付けもちゃんとノウハウが生きてる。ちゃんとノウハウが生きてるような感じですね。そして後ろも同じく24インチ、はい、タイヤもちょっと厚くしてるんでしたっけ。あのマンソリーはなぜかこれ295-30扁平だったので、純正考えるとね35扁平になるので、これもあのちゃんと、あ、まあ、なるほど、ね、ショップのノウハウとして、まあ、35扁平、マンソリーの C じゃなくて35扁平でさせていただきますね。その方が乗り心地もいいですし、というわけでしっかり厚みのある3号編成のものもついてる、はい、そして先ほど触れた部分なんですけど、リアのこのはみ出しがすごいんですよ、ね、こっからの分かります。どうしてもね落とし込んでる、こう純正じゃ絶対見えないところが見えちゃってるっていう、これだから後ろから走ってる姿すごいんですよなるほど、もう何事っていうとんでもないシルエットになってる。
そしてリア周りは、ルーフスポイラー、これだいぶスポーティーですね。でさらにこれここね本当はボディ色なんですけど、はい、あそうなんですか。ここはまあ一体感を出すためにあの黒く、あのなるほど、ね、どうしてもサンドイッチになってしまうので 白にオンになっちゃいますからね。でまた白になってしまうので、あここなるほどなるほど、一体感が出るようにベース自体をグロスブラックでペイント。この両サイドはもともと黒なんですか。これはもともと黒です。これは黒です。なるほど、はい、じゃあこの辺の一体感が出るように全部黒く塗ってつけてると、はい、そして後ろはリアのこのディフューザーが変わってるんですかね。はい、ディフューザーはもうこの造形のごとくですね。えぐすぎます、はい、GLS でこんだけ造形のがいるんだろうかという話なんですけどもうここだけ見たら SUV に見えないですよね、はい、なんですけどいいんです。あの人と違うのがいいんです。でこの複雑な造形なのに目が全部揃ってんですよ。本当ですね。こういうところとかもなんかよれよれよれってなってるのがない。そして全部中央によって、極めつけはこのレインライトみたいなブレーキランプっすよ。そうですね、一応ポジション、まあ、テールライトから撮ってるので、あポジションとこれテールランプになってるんですか。そうです、はい、だから一応スモールとブレーキ両方で光るようになってます。これを SUV で成立させるメーカーもないですよ。そうですね、普通だったらもっとスポーティーな車に、まあ、四角 このレインライトみたいなのだったらつけないといけないと思うんですけど、これをなんと GLS で成立するデザインにしてると。そうですね。そしてマフラーエンドもでかいっすね。マフラーエンドボリュームありますね。一応4つ穴になってるんですね、まあ、これはカッターですので、はい、純正のマフラーが、中から覗くような感じになってます。純正パイプもでも2本ですもんね。そうですね、はい、なのでまあダミーということなくちゃんと出口のデザインになってると、こんな感じのエクステリアになっております。まあ、続いて前側はデジタルインナーミラーが、そうですね、デジタルインナーミラーを、まあ、後ろがちょっと見にくいということで追加させていただいているぐらいですね。車でかいですからね。でかいですのでね、ルームミラーがほぼ車内しか映らなくなっちゃうんで、まあ、デジタルインナーミラーの場合だと後ろにカメラがつくんでこんな感じで、そうですね、はい、映ってます。何も障害物なく直接後ろが見えるということで、はい、でも最近ねデジタルインナーミラーよく言われること多いんでね、国産とか標準装備の車が多いので多いんでしょうね。まあ大きい車とか、あと後方視界が悪いスーパーカーなんかかなりおすすめになってよく売れてますね、はい、おすすめになっております。続いて内装見てみたいと思います。内装なんかその外装みたいにめちゃくちゃやってあるっていうわけじゃなくって、もう、まあ、元々がすごいですからね。マイバッハですので、まあ、一応純正の、ね、ラグジュアリーな、雰囲気を見ていただければいいかなと思います。そして今回のお車はなんと4座ということで、はい、贅沢空間が広がっております。 そうですね、そしてこの手前にあるのはマンソリークッションじゃないですかそうです、まあ、こういうのも一応ありますので、バカ高いですが一応ございますので、これちゃんと本物というかあのマンソリーが作ってるやつなんですね。そうです、マンソリーにオーダーしてこの、革の色とこのステッチで仕上げてくれと言って仕上げたやつですね。これ触っていいですか。どうぞ。これだから既製品、よくある既製品になんか名前入れただけの商品じゃなくて、はい、リアルマンソリークッションなんで、はい、あのマンソリーが張り替えに使ってるレザーとステッチ そうですでしかも全部指定ができると、はい、だからこの色とかも全部できるんですよね。そうですね、これ色指定でシングルステッチ、まあダブルステッチの車だったらダブルステッチにしましたし、はい、それも贅沢すぎます、はい、あのこれだけで多分僕の月のお給料ぐらいな感じがしそうな気がする。本当にするからね。しますよね本当にする、はい、ちょっと落とさないうちに返しておきます、はいというわけでこんなカスタマイズもできますのでぜひご相談ください。じゃあ最後になりますけども、はい、浅田さん聞いてください、はい、じゃあズッチ、この GLS マイバッハマンソリーいかがでしたでしょうか。あの豪華さがやばい。そしてですねやっぱり選ばれた方しかもう誰でも彼でも買える金額じゃないじゃないですか、うん、っていうのがやっぱり特別感半端ないなっていうもう痛感いたしました。そうですねやっぱりラグジュアリーですよね。はい、まあ、マイバッハノーマルでもだいぶラグジュアリーですごく完成された車ですけれども、まあ、それを遊び心を持ってねこうやってしていただいて本当に、まあ、僕らとしてもすごい嬉しいですし、やっぱりこういう方がいるからこそマンスリーも世界中のそういうカスタマーのために新たな商品をどんどん作り出していってますので、まあ、マンソリーもそうですけれどもまた今後とも、ぜひね、マンソリーの商品含めて、どうぞよろしくお願いいたします。あのつい先日本社も行かせていただきましたけども、そうあの世界中から本当にオーダーが、うん、で結構高級車っていろいろもう新車というかのオーダー時いろいろできるじゃないですか、うんうん、それでもやっぱり満足できない方のためにやっぱり世界中からアメリカのナンバーとかこれ中国行くんだよとか中東行くんだよなんて言って車がもう本当に本社に集まってきてるぐらいなんで、やっぱりもう普通じゃ満足できない方はもう非常におすすめのブランドメーカーになってきますので、そうですよね、やっぱり世界中のそういうまあ VIP なカスタマーはもう本当にマンスリーにお願いしてるんだなと、まあ、改めて本社行ったらねまた分かる、はい、ご相談いただければ、ね、もう浅井さんにご相談いただければその取り付けのところまで
細かいところをサポートできると思いますので、はい、ぜひ近藤大阪浅井店長にご相談ください。というわけで各種 SNS と近藤チャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。